投げかけたものが返ってくる5つの周期。投げかけたものが返ってくる周期には、3年、9年、12年、20年、60年と5つの周期があるようです。これは、私がある日突然空からもらった概念ですから、何の根拠もありません。正しいのかどうかもわかりません。けれども、この話を仲間の Y さんにしたところ、父親が70年も日記をつけているので確認してみますと確かめてくれました。結果としては、ぴたり3年ではなく2週間ほどの誤差はあるけれど、その誤差以内なら実に正確にほとんど対応しているというものでした。 Y さんのお父さんは正義感で喧嘩もしますが、困っている人にはとことん親切にするという激しい人生を送ってきた人です。例えば、人のために自分のできる限りのことをしてあげて感謝されたとしましょう。そうすると、3年ほど経ってとても嬉しい現象に出会うことになります。逆に、人に嫌がらせをしたとしましょう。そうすると3年ほどして自分にそれが戻ってくるのです。では、9年、12年など後の4つの周期はどういうものでしょうか。例えば、若い時に合計100回お年寄りに席を譲った人がいるとします。しかし、それが戻ってくる。席を譲ってもらうのは、30歳、40歳ではまずありません。ある程度の年を取らなければ、譲ってはくれませんから、そういうことは、60年周期なのではないかと思います。そして、最初に席を譲ってから60年経ったところから、人生で席を譲ってもらう回数がちょうど100回になるようになっているのではないでしょうか。20歳30歳で亡くなる人もいるわけですから、この考えは全ての人に当てはまるわけではなく、私も説明がしきれません。ただ、60年以上生きる人には、そんな形で帰ってくるような気がするのです。